ラズバン・ディン・カラツは、ルーマニア・オルト県ピアトラ・オルト出身のサッカー選手、元ルーマニア代表。ポジションは、左サイドバック。リーグ優勝8回、クパロムニエ1回、ウクライナカップ5回、UEFA カップ1回、スーペルクパロムニエ2回、ウクライナスーパーカップ4回など多くのタイトルを獲得。2009年には、ルーマニア年間最優秀選手賞で2位となった。 ルーマニア代表としては2002年に初出場を飾り、2014年10月14日に通算出場試合数百試合に到達。UEFA ユーロ2008でもプレーした。また、首相のクリスティアン・キブが不在時だった2005年のナイジェリアとの親善試合で代役を務め、2011年9月2日以降は正式に首相を務めている。ラツユース。 編集生まれ故郷ピアトラオルトを拠点とし、父が監督を務める地元のラピドピアトラオルトでキャリアを開始する。1994年夏には FC ユニベルシタテアクラヨーバのトライアルを受けて13歳で入団した。自身を見出した監督が解任されたのを知るや、いなやコンストルクトルルクラヨーバの下部組織へと移籍したが、財政的な理由によって1995年に終了した。 同年冬にバルシュで行われたフットサル大会に参加しているところを FC ステアウアブカレストで活躍した往年の名選手トゥドレルストイカの目に留まりステアウアの下部組織へ連れて行かれるとブジョルハルマゲアヌ監督にも感銘を与えていたが最終的に財政的な問題から契約を締結することはできなかったその後ウニベルシタテアクラヨーバーで自身を見出した監督のつてで ニコライド・ブリン監督率いるスポルティング・ピテシュの下部組織に参加。最初の試合で残り15分から出場し、6得点を挙げた。1996年9月2日に、チェタテトゥルム・ネアムツの下部組織に入団し、2試合に出場しつつ、15歳ながら、ディビジア B のトップチーム練習にも参加していたが、11月19日、その後、スポルティング・ピテシュに復帰し、 優勝1回、準優勝1回を経験した。シャフタールドネツク、編集1998年6月にミルチェア、ルチェスク監督率いる FC ラピドブカレストと契約し、同クラブからプロデビューをする。2001年夏には、ミルチェアレドニック監督の構造外から FCM、バカウエ期限付き遺跡に出された。2003年7月11日、 同郷のダニエル・フロレアが在籍する、ウクライナ・プレミアリーグの FC シャフター・ルドネツクへ移籍すると、14日の FC メタルルフ・ザポリージャ、1000で、初出場を飾って、以来、ベルント・シュスター監督や後に再会する、ルチェスク監督のもとで、中心選手として活躍しており、2005から06、シーズンにビアチェスラフシェフ・チュク・加入以降は、たびたび定位置を脅かされながらも多くのタイトルを、 獲得。ベルダーブレーメントの UEFA カップ2008から09決勝戦では先発フル出場して優勝に貢献した。2012から13シーズン終了に伴い終了する契約に対し延長を脱進されないどころか後釜のイスマイリーを獲得されたことで対談が規定路線となり2013年5月26日の FC メタルルフドネツィック戦がシャフタールでの最後の試合となった。ウエストハムユナイテッド編集長年在籍したシャフタールを契約満了で退団し、2013年5月21日にプレミアリーグのウエストハムユナイテッド FC と1年契約で移籍する。不慣れなリーグという点をサム・アラダイス監督に考慮され、開幕から数試合は上位オブライエンにポジションを明け渡し、 2013年8月27日にフットボールリーグカップのチェルトナムダウン FC 戦まで出場を待った。その後、公式戦で20試合に出場したものの、ウエストハムがパブロ・アルメロを獲得したように納得いくパフォーマンスを見せられず、経営陣との話し合いの末に2014年1月31日に契約解除で対談した。ラージョ・バジェカーの 編集2014年2月13日にプリメーラ、リビシオンのラージョバジェカーノート2013から14、シーズン終了までの契約を締結する。23日のセビージャ FC 戦で、初出場を飾って、以来、すぐさま、スペインサッカー及びパコヘメス監督のサッカーに馴染み、ナチョ、ヨハンモヒカ、アナイツ、アルビージャを抑えて、定位置を確保した。4月5日のセルタデビー5戦で、 シャルリスに肘打ちをして鼻を折ったことで4試合の出場停止となった。最終的に出場10試合中先発9試合を任され、クラブから契約延長を打診されていたが、欧州カップ戦でのプレーを望み退団した。パッチテッサロニキ、編集2014年7月8日に、ギリシャスーパーリーグのパッチテッサロニキと2年契約を締結する。 加入すぐさま定位置を確保したラツは9月28日のアフィクレタ戦で初得点含む2得点。自身としては2009年8月以来の得点を上げるなどの活躍により3ヶ月連続でファンからチームの最優秀選手に選出され2015年2月には契約を2017年まで延長した。ラージョバジカーの復帰編集2015年8月20日 二年契約でラージョ・バジェカーノに復帰した。親善試合のオーストリア戦での夏2002年2月8日にルーマニア代表に初招集され、5日後のフランス戦において先発で初出場を飾る。10月12日に左ミッドフィルダーを務めた UEFA ユーロ2 0 0 4予選のノルウェー戦が最初の公式試合だった。その後、クリスティアン・キブが センターバックに固定されたことに伴い、左サイドバックの一番手となる。2004年4月28日のドイツ戦で初得点、2014年5月31日のアルバニア戦で代表二得点目及び決勝点を記録した。UEFA ユーロ o 2008では、2006FIFA、ワールドカップ王者のイタリア代表、準優勝のフランス代表に加え、強豪オランダ代表と同組、 いわゆる死のグループの中で3試合すべてにフル出場し、フランス戦、イタリア戦でそれぞれ引き分けに持ち込むことに貢献したが、最後のオランダ戦で敗れ、敗退となった。2014年10月14日、敵地での UEFA ユーロ2016予選のフィンランド戦において、ルーマニア代表通算出場試合数100試合目となり、ドリネルムンテアヌ、ゲオルゲ、ハジ、ゲオルゲポペスク、 ラースローベレニに次ぐ5人目の大台に到達した選手となった。出展、出展、代表での得点、編集出展、クラブ FC ラピドブカレスト FC、シャフタールドネツク。ありがとうございます。